皆さんこんにちは、アスキット投資クラブです。今日はですね、2158ユービックの動画解説をしたいと思います。この銘柄9月の10日ですね、出来高を伴って25日線に乗せた後はですね、まあ小動き続いてましたけれども、25日線は割ることなくですね、三角持ち合いのような動きですね。で、その後ようやくですね、9月の後半になって出来高を3日間伴ってですね、75日線に乗せてきてます。まあ、現在三角持ち合いのような動きですね。まあ、直近ではですね、6000円にちょっと抑えられてましたけれども、そこをしっかりとこう抜けてきておりますので、まあ、流れもね、かなり変わったんではないかなと思いますね。ですから、まあ、6000円からですね、6350円の間、まあ、9月28日の終値近辺ですね。このあたりはね、買い目線でいいんではないかなと思われますね。まあ、最初のターゲットはですね、この8月1日、7月2日あたりの高値になります、まあ、7900円とかですね、あとまあ200日同平均線があるちょっと7000円を超えたところですね、もしくはちょっとこちらチャートをですね、週足に変えてますけども、週足の基準線が7175円にありますので、まあ、6900円からですね、7200円あたり、まあ、これはね、最初のターゲットになるかと思います。で、今度そこを抜けてくるとですね、今度は5月の中旬のところにこの窓埋めがありますので、窓埋めの今度8000円ですね。そのあたりがまあ次のターゲットになってきますね。で、まあ、下がってきたとしてもですね、ちょうどこの6000円をちょっと割ってるところ、5日移動平均線とかですね、もしくは5800円あたりでね、しっかりと止まってくれる、もしくは25日移動平均線がね、今上を向いてきておりますので、ここでまあサポートしてくれればね、問題ありませんけれども、この9月19日の安値ですね、5360円、これを割ってしまうとですね、せっかく煮詰まった動きからブレイクしたやつが全部ね、帳消しになってしまう形になりますので、この9月19日安値下回るとね、当然撤退、ロスカットをね、考える人が出てくるかと思います。では、以上でユービックの動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。